ここは札幌市営地下鉄大通駅西側のコンコース。昨日からここに誰でも弾けるストリートピアノが登場しました。街のにぎわいを作ろうと札幌市交通局が設置したもので、ピアノは去年閉館した札幌芸術文化の館で長年親しまれてきたスタインウェイ製です。次々と腕に覚えのある人がピアノを弾きにやってきて、市民も足を止める光景が見られます。散歩してたの、ちょうどねこれやってたから聞かせてもらったの。素晴らしいね、日本の方もこうやって。そこで記者も挑戦しました。そして今、ツイッターなどで話題になっているのは、地下鉄駅員のサプライズ演奏。昨日からの1日半での再生回数は異例の99万回に達し、今ノリに乗っているんです。普段駅で仕事している時以上に緊張しました。まさか駅の仕事で、弾くことがあるとは思ってもいませんでした。大きいホールに置かれてたピアノなので、ものすごい音がいいです。このストリートピアノは今月25日まで、24日にはイベントも予定されていて、年末のこの時期、ほっと一息つける空間になりそうです。